みなさんこんにちはおにぎりくんの日本語発音教室へようこそ私はサチです日本語の発音と交語の指導をしています今から一緒に漢用句の勉強をしましょう日本語の漢用句とは二つ以上の言葉が組み合わさって 元の意味とは違った意味になる言葉です。今日は、心に関する慣用句です。一緒に発音しながら、意味を確認していきましょう。心が動く心が引きつけられること気持ちが動揺すること ダイエット中だがケーキを勧められて心が動いた不穏な雲行きに心が動いて落ち着かない心にかける対象に気持ちを向けて いつも配慮することいつも心にかけてくださりありがとうございます心に残る強い感動や印象を受け いつまでも忘れることができないことあの監督の作った映画はいつまでも心に残っている心を鬼にするかわいそうだと思いながら 厳しい態度を取る。私は心を鬼にして、彼を叱った。心がこもる。相手を思う気持ちが十分に含まれること。 彼女の手作りのお菓子は心がこもっていた心を砕くいろいろと気を使うこと心配すること。 子供のしつけに心を砕く。本日のお話はここまでです。もし、この動画が面白いと思った方は、ぜひ、いいねボタンを押して教えてくださいね。そして、もっと勉強がしたい方は、 おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また、個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。